今日のサブちゃんはゆいちゃんが原付乗ってきたということで鳴らしてもらいます。多分ゆいちゃんファンお前ほんまに多分ゆいちゃんファンはゆいちゃん乗ってるところを見たいということで、私はそれを決めた。お前さ、マジでいい加減しろ。原付乗ってる子は多分多いと思うで、もう16回乗れるしな。乗られへん。じゃあほんまこっち込んでいいって、取られへんから。おぉおぉ、行ってもった。危ないで、ゆい、ゆっくり行きなさい。画角に収まらんて、あそこは遠すぎて分からんしかもあいつさ、服緑やからさ、ほんまにどこあるか分からんくらい隠れてんねん。はい、できた。え、なんで勝手にライトつくの、あれって。ついてるよ、君の時。ランの時もついてた。あ、そうなんや。あんたさ、遠すぎてさ、緑やからさ、ずっと緑やねん、向こう行ったら。でも、早さんは原付何年ぶり？え、俺たまに飲んで。あ、そうや、早く乗ってるやん、だって。めっちゃ小さない。お前、おヤンキーやん。ほんなこの上からさ、めっちゃ速度で降りてきてや。やばい、かわして、かわして。難関やん、マリオカートやん。今の無理、ドックンってやつ。やばいやばいやばい、ガッサンてか普通にあのまま落とし穴あったらおもろいのに。確かにままそれはおもろい。そのまま落ちんで、それはめっちゃおもろい。バリ切ってんの笑ってるやろ。そのまま落ちんで、ドッカン。危ないで、落とし穴あったらどうするよ。いや、あったってそこ危なすぎやろそれめっちゃおもろいよ。じゃあ、あやさん、この上からさ、猛スピードに降りてきてや。この上気ぃつけや。怖いわ、ほんま。ガッサン。原付ってほんま楽やからな、マジで。確かに、でもチャリやったら結構運動するやんか。まあ電動自転車もあるけどさ。大丈夫大丈夫でも原付ってめっちゃ楽やな、ひねるだけやもんな。そうや、チャリじゃなくて。うわうわ、来た来た。めちゃくちゃ怖い。嘘。もうランも余裕やろ。うん、乗る。いいわ。いや、ヘルメットマジでいい。マジでいい、マジでいい。はい、乗って乗って。マジでいいって、ほんまに乗れ。ちょ、もうしつこい。乗れ。なんでランナーパン回ってくんの。え、あれやな、私有地やったらヘルメットは OK やけど、逃げはあかんの。いいよ、別に。え、いけんねや。でもあんま動画には映したらあかんのじゃ。そういう、まあ、映さん方がそらやな。確かに、どこでな、乗ってるか分からへんってなもんな。何回もクリア。そっち行くわ。うん。もうさ、家であの原付買ったらこれから行けんで。いや、もう無理やね。車よりでも楽や。込めへんし。で、こういう時にかけて頭から打って死ぬんちゃう。死にはせんな。意外とガリマだ。砂利危ない、ほんまに。ちょ、ガスさん戻ってきて。剥がれた。すげえすげえ。あれ、ライトついてた、さっき。ほんま？絶対インスタとかあるやん、自分があったかも、もう当たり前に原付乗れますよみたいな感じで書くやつや。もう余裕やな。よかったやん、ママに見せ、この動画。あんた危ないでしょって言われるわ。ええけど、もうこれあるからどこでも行けるわ。お前車買うんでいいや、原付買ったやん。ハヤト、原付買って。いらんいらんわ。でもさ、握り締めしすぎてさ、あのメイン、その初めてだったら、そのなんていうの、緊張と、握り締めすぎて、ここめっちゃ痛いね、まず。いや、ないねん、その豆とかならんし。なんか豆できたよね、まず1個目が。ないな。もう1個目、ここ、
ここ多分明日筋肉痛マジで筋肉使ったどんなあれやねん。今もう壊れてるだけちょっと痛いもん、はいはい、それぐらい多分キッてやってる。いやでもなんかこういう動画見てあれやならな、なんかヘルメットをかぶれとか言われるやろな。だから周知やって言ってるやん。え、それでもかぶれよ。じゃあメイン見ろ、かぶってんねんって言われるやろな。え、でも知らんかった言う周知やったら OK ってほんまに。周知なんやったら選んで。知ってたけど。そうなん、前言っとった。え、でも免許なくても乗れんねやろ、私有地なんやったら。なんでなん。え、だって道路じゃないもん。あ、そっか。だって元カレ、だって家の廊下で乗ってるような前、うん、あー、そういうことね。元カレ大阪城に乗ってたもん、私有地やからっつって。え、元カレの、元カレ私有地大阪城なん。え、やばっ、こいつやばっどんな元カレなん。え、お前の元カレゲーマーか、あれか。もう一人はあれやんな、かわいいやろ、かわいい。でもね、誰に見せてもブスって言われる。そう、何の話やねん。あ、やって、こことか合わせて。あ、そうな、うん、どこわかんの、行けるって、うん、あ、調べとった今、うん、だあの駐車場とかは合うと。あ、でもそれは私有地ちゃうもんな。私有地でも駐車場はあの他の人に貸しとったら、あー、そういうこと、ね、出入りがあるやん、他の車の。はいはいはい、そういうところはないもんな、うん、でもその法律難しいな、うん、そのあれが、なんか、あそこの写せる式どう、うん、めっちゃ綺麗くてなんか、いやもうスターリズ村どこの場所にあるか知らんからさ、みんな、いや、こんなんです、こんな山奥。ちょっと今度企画であそこのてっぺんまで行こうか。いや無理やろ、どこなんあれほんでさ、こっからここまで見えたらおもろいだよな。ほうほう、見えへんやんな絶対。でも無理やん、来週こっから向こうまでケーブルつなげようと思ってるから。いいよ、光おったケーブルつなげようと。黒いの入ってない、ついてる、え、待って、ついてない、こいつ常に結構黒い、黒いのついてるんでみんな見てあげてください。ってことは歯がスキッパってことで、どっか穴開いてるってことで、だから穴開きっかん、黒ちゃん。もう7分11秒、あと1分。え、もう直しに行くってことかよ。なるほど、で直してきて、でみんなあの GD チャンネル見てくださいね、週1投稿ぐらいやけど。なんか今日めっちゃ寒いと思って足の回路とさ、腰の回路つけてるけど、なんか今日今この緊張感でめっちゃ今暑い。ちょ、お前さ、そんなやつ歩く人初めて見てんけど。出てるじゃん、結構。じゃ、横こっち来て、そのまま押すね、うん、行きます、うん、佐川急便やん。どういうこと、ほんま楽しいかも、ちょっと原付。いや、原付楽やから、ほんまに。冬に出会ってから、いろんなことを体験することが多くなった。もう旅行もそうやし、こういうのもそうやし、なんか車も乗ろうどんな人生歩んでたん。いや、ほんまいらん、道やからさ、ママとかも全部心配するタイプの人やから。うん、ここ完了、うん、じゃあ、はい、よいしょ、はい、はぁ、あ、もういいや。じゃあこれにて原付講座終了。ありがとうございました。ありがとうございました。お野菜キューピッドさん、よかったら見てあげてください、はい、こんなに取れ高のある人参を作っております。すっごく美味しいんです。隙間から、端っこから端っこまで食べれます。バイバーイ。バイバーイ、ありがとう、見てくれて。